し啓蒙活動を実施しています。毎年下城を一気に前へ、平田そして西川の前にボールが来る、シュート、ループシュートが決まった。西川あった2021年10月17日以来の得点。平田もファーです。ここはショートコーナーを使ってきた、ニアに入れてヘディング、決まった。伊賀 FC 黒一美恵追加点、最後はヘディングシュート、直接入れてきたヘディングシュート、今度は森だ、森ひとみ。セットプレーで立て続けに追加点、伊賀 FC 黒一美恵3対0。うまく取らして森田、森田のシュート、流れたところ来たぞ、詰めた、1点返した、日体大 SMG 横浜。北澤亜美今シーズン6ゴール目。ここを狙いに行きます、森ひとみ。おー、ボールこれ下げて、村上のシュートが吸い込まれていった。待望の追加点は伊賀 FC 黒一美恵、村上平子でした。新加入の、いや復帰となりました。から左の先頭バック岡場、わー激しいプレスだ、ハンナーディアス、ポスパー、ゴールから遠ざかるボール、パーへヘディングシュート、ボールシュート、山田のクロス、続きさらにポンセンからのシュート、スピン取りからのシュート、セーブを見せました。水口、右からの左からのキッカーは並木です。さあ折り返していく、うん、決まりました。前半の34分、中は浜本、そして手を挙げて甲斐が呼んでいる、末のシュート、ブラスト、とんでもない一撃が飛び出しました、末行きと右足でキック、正面ヘディングシュート、鈴木のゴール、これで3試合連続ゴール。苦しい時にエースが仕事をしました。山田からコーナー、中には古舘と斉藤、浦島も待っている、コーナースピードによる速いボールだ、グランダのボール、浦島のシュート、キャプテン浦島が決めました、3対1。怪我から帰ってきた浦島にもゴールが生まれました。の敗戦ということで、少し足踏み、ここはしっかり吉田が詰めて、高島からのクロス、ファーサイドに向けてヘディング、まだあるシュートは、コット、最後はクロスバーでした、決めた、完全にキーパーの逆を行きました、江崎杏奈のゴールで1対0、ホームの朝日インテックラブリッジ名古屋先制です。長谷川から江崎、うまく合わせて辺見、うまくトラップをするが混戦になる、なんとかクリアする、もう一度、さあ平尾が右足、江崎が仕掛けていこうというところ、後ろの加藤出して、神谷のヘディング、これは新庄シュートだ、これはクロスはもう一度、高島右足、横に出して山岸左足、山岸のシュートで同点に追いつきました、エースアニマルビオ。さあ市原がボールを渡って上田、ここはスペースある、上田、上田のシュート、上田右足、1のみということになりました、両チームです、まあ、体に比べて大きな柏原選手、シンボリー、パスが出た、決めた、長崎、長崎の左足で、なんともいなと抜け出して、ピンチになるか、スフィーダーシュートがしますが、キーパーゴールを
きたいというふうにも話しています。長いボール決まった、ロングシュート金子。消すようなポジション取り、大竹にボール入りました。大竹三本シュート、抜け出しにかかる田子、田子シュート、キーパー弾いた石野、前田のキック、石野がジャンプしたキャッチ、三本ボールを欲しがっている大竹シュート、大竹来た、スフィーダ3点目、スフィーダの素晴らしいディフェンスの対応です。味方の上がりを待つような最後シュートに行きました。決められ自分たちのチャンスも多くあった中で非常に強い風でした。さあ桜井だ、近いところには竹野、ミドルシュート枠の上でした。松井が勝ってゴールキーパー小暮へ、片山プレッシャーをかけていく新井純奈、新井のところ竹野奪った、右足のシュート、監督も選手起用が悩ましいところ。さあまた高い位置狙っていく、いけるか、ここから放っていく、枠捉えた、このセカンドファーサイドを狙っていく、飛び込んで決まった、コーナーキックから先制、33分やって、まず右サイド竹野谷、それを見送ってファーサイドシュート、その前にフラッグが上がっているか、オフサイドがファーサイド4人、直接いやポストのキャリー、ただバニーズ高い位置、さあ松本、渡辺だ、渡辺が入ってきた、さあ流れたボール、これはさあ裏への抜け出し、大谷ホイッスルはない、ゴールキーパー好セーブ、帰りは吉田、奈良飛び込んでヘディングシュート、シーズンの初の連敗を、この伝説、バニーズ軍団 FC ホワイト、長くシュート打ってきました、これが決まりました、45度からのロングシュート、を上げられるか、上西の対応が入っています、そのまま落ち込んで、さあここはグランダー気味のクロス、しかしこれはシュート、最後決まりました、決めたのは背番号28番梅園を、今シーズン3得点、前から積極的にプレッシャーをかけてきます、この位置でボールを奪っていきます、さあ守り切りたい、中川1対1、これも流し込んだ、キーパー井上をかわして冷静に右のコーナーへと、前へとまたボールを運んでいきます、このシュートも狙っていきますが、これも決まった、前半になんと静岡4得点、ファーサイドキーパーダイレクトキャッチです、しかしこぼれたボール押し込めるか、こぼれたボール押し込んだ、87分スペランザ大阪1点返しました、土屋選手が追加点4点目を挙げ、